はい、さて始まりましたクラウディットレパードエンターテインメントトリプルアイスタート放送、本日進行させていただきますクラウディットレパードエンターテインメントトリプルアイプロデューサー伊藤こと伊藤明美でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、クラウディットレパードエンターテインメントスタートして1年、世界に向けて、まあ、発売していくゲームが出るということで、いよいよ、まあ、今日はそのトリプルアイプロジェクトから最新情報を紹介してまいります。新発表もいろいろございますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。ということで本日紹介する2作品の制作者を早速紹介していきます。まずはこの方、メルヘンフォーレスト、メルンちゃんと森の贈り物を制作いたしました、石黒信濃と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、そして入浴のフロイライン、ウィングオブダークネスをプロデューサーさせていただいています、プロダクションユーザビリティーズ、奈良若純と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そして今日はスペシャルなゲストもお二人も早速紹介していきましょう。まずはこの方。はい、メルヘンフォーレストでメルンを演じております竹田彩奈です。本日はよろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、先日発表したばっかりですしね、はい、もう早速遊びに来ていただいて嬉しいです。はい、今日はいろいろとお話しさせていただけると思うので、はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さてもう一方どうぞ。はい、安野清野です。私は幽玉のフロイライン、ウィングオブダークネスという作品で、ダブル主人公になるんですかね。そうですね、ダブルヒロインの一人、クラーライルンストを演じております。今日はどうぞよろしくお願いします。お二人来ていただきました、ありがとうございます。安野さん、幽玉のフロイライン、ね、制作から結構早い段階で作者の方から、はい、安野さんが出演されるというふうに発表されていて、ちょっとね、規模感的にもこう作品的にも、安野さんが喋るのっていうような形でびっくりしたのを覚えてます。まあ、今日はタイトルにまつわるようないろいろな話を聞かせてください、はい、よろしくお願いします。はい、聞いてください。よろしくお願いします。はい、そして、私たちクラウディットレパードエンターテインメントは、まあ、こういった新しい環境でゲーム制作にチャレンジされるクリエイターの皆さんのサポートとしてトリプルアイプロジェクトというのを立ち上げたんですね。その中でさまざまな作品のお手伝いというのをやってきました。まあ、そのトリプルアイプロジェクトを簡単にご紹介してまいります。まあ、ゲーム制作環境も作り方が本当にいろいろ多様なものになってきました。一人でゲームを制作されていくというような状況も生まれてきていて、まあ、今日の2人もね、もう本当に小規模でゲームを作ってかれたというような形でゲームを制作していると、まあ、そういう環境で生まれてきている流行というか、そういうものがちょっとこうインディーズゲームといって今入り出しているということで、インディーズゲームというのは冬コミとかで売られるような同人ゲームというものとはまた違うのですか。はい、これまた難しい。いい質問来た。海外の方ではインディーズゲームといって、はい、個人の方々が生産しているゲーム制作環境があるんですけど、まあ、それは日本でも流行ってきてますと、うん、だけどもともとは日本でその、まあ、同人ゲームっていうのは脈々とずっと作られてきていて、まあ、かたやその二次創作でそのゲームを出していくっていうような形のが同人ゲームっていうような観点ではあるんですけど、まあ同祖というかね、オリジナルゲーム制作をしている人たちもいて、その人たちインディーズゲームとまあイコールなんですよ、っていうのもあって、結構日本は古くからインディーズゲームというか同人ゲームがまあ流行ってた、まあ、そんな中でね、2人もちょっとこうゲームを作ってったっていうような話でございますが、まあ、インディーズゲームっていうともう本当に分かりやすいものでいくとマインクラフトとか。マインクラフトってそうなんですか。そうですよ。そうなんですか。あれ海外のノッチっていうやつがですね、一人でゲーム制作をしてたっていうのが元はマインクラフトの、今じゃもう世界中で愛されてるゲームになってますよ ね、ですね。私もすごいやりますけど。やってますよ。やるんです。まさかインディーズだったなんて。そうなんですよ。発端はインディーズゲーム一人で作ってらっしゃった。そうだったな。規模の世界観なのに、はい、一人で、まあ、面白いゲームがなかなかちょっと生まれてきてはいたんですけど、
まあ、ちょっとスライド見ていただきましょうか。あ、俺もゲーム作りたいということで、そのどんどんゲームが量産されてしまって、なかなかこうアピールできる場がなくなってしまう。また制作者さんが一人でアピールするって難しいですよね、という状況が起きて、まあ、埋もれちゃうと言ったらいいんですかね、という状況が起きています、はい。まあ、そういった世界中の面白いゲームをですね、見出して売っていくっていうのをやりたくて、それでトリプルアイプロジェクトっていうのを作っていきました。なるほど、ありがとうございます。いや、頑張っていこうと思ってます。応援しています。はい、そんなトリプルアイで発売することが決定しました作品のメルヘンフォーレスト、メルンちゃんと森の贈り物、最新情報を紹介していきます。ということで、作者の方が自分で紹介を今回もう全部作ってきたということになりますので、はい、武田さんもまだ知らないメルヘンフォーレストの世界がちょっとあるはずなので、うん、はい、ぜひ一緒にお話を聞いていっていただいて、はい、ぜひ一緒に学ばせていただきたいと思います。ありがとうございます。では石黒千尋さん、よろしくお願いします。では、私から、この作品の最新情報をお届けさせていただきます、はい。まずは、まあ、このゲームを知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、メルヘンフォーレストとは何ぞやというところから、紹介させていただければと思っております。はい、メルヘンフォーレストは、可愛い女の子の主人公が、ダンジョンに潜っていく、まあ、そんなダンジョン探索 RPG です。ゲームは大きく分けて3部構成となっていて、第1部は不思議の森に住む、薬屋さんの女の子メルンちゃんが森の住人たちと会話をしながら薬の材料探しをする短編アドベンチャーとなっています。そして、第2部第3部から、ショーが進んでいくんですけれども、メルンちゃんが、森の地下遺跡へ挑む、ダンジョン探索 RPG へと変わっていくという内容です。このようにメルヘンで可愛い世界から始まり、ショーが進むごとにダークメルヘンの世界へと徐々にグラデーションしていくというような構成になっています。はい、第1部のほんわか可愛い世界からは想像もできなかったような展開が、最大の特徴かなと思っております。確かに本当にガラリと雰囲気が変わっていきますよね。はい、そうですね、思いっきり変えました。みんながびっくりするぐらい変えてやろうと思って。あ、そういう狙いがあったんですね。一応狙ってます。いや、でも本当に収録していくと、だんだんなんかこう、あれ、雲行きがおかしくなってきたの。あれ、雰囲気が変わってきましたもんね。そうなんですよね。はい、だいぶこう雰囲気が変わっていくのもすごく演じていて楽しかったですね。ありがとうございます。はい、このままその既存のものを移植するのではとても戦えないと思いまして、せっかくその伊藤さんからそのコンシューマー版という、まあ、素晴らしいあの機会をいただいたので、もっともっとより良いものを作ろうと、まあ、ここで奮い立ちました。で、ね、はい、まあ、って言いながら僕 もうこの時点でお声かけているので、はい、内容に関しても、まあ、ローポリですかね、はい、3D のモデルのカクカクした状態とか、はい、そういうのも雰囲気があっていいなっていうふうに思っていたんですね。はい、でもちょっと時間が空いて、はい、そのモデルを見せてもらった時に、ゲームを見せてもらった時に、はい、こんなにビジュアル変えるんですかみたいな感じで頑張ってこっそり制作を、はい、ご自身で。そうです、ちょっと恥ずかしかったんでちゃんとしようって、すごい。他に黙って最初やってたんですよ。そうそう、途中で挫折したら怒られるなと思ったんで、ちゃんとできてから見せようと思って、こそこそ裏でやってて。あ、そういうことだったのね。そうなんだ。それはびっくりするわけです。本当すごいなと思いました。はい、すごい。そうです、ね、本当にすごい。ありがとうございます。そのゲームの今その、はい、作ってるそのコンシューマー版っていうのは、はい、結局作られてるってことですか。はい、そうですね、基本一人でやってます。うん、すごいですね。そこに思い立っちゃったところはまた、はい、チャレンジ精神豊富な石黒さんらしい。はい、非常に後悔はしてはいるんですけども、まあでもやっぱクオリティは上がったんで、うん、まあ、間違いはないかなと思ってやってます。すごい。そうですね、まあ、まずは分かりやすいところでそのキャラいや背景モデルを作り直そうと、見かけの部分をまずはしっかりしよう。はい、でそのメルンちゃん、それまではローポリだったんですけども、はい、そのディティールアップをすることによって顔のアップを変えられるようになりました。そうですね、まあ、このようにカメラを寄ったり遠ざけたりっていうそのカメラでの演出とかその映像面の演出を強化することができるので、まあ、これは絶対やろうということで、はい、まあ、こんなことをやってその、まあ、恥ずかしくないクオリティにしようと
まあ、どんなところが変わったのかというのが、まあ、分かりやすい動画がありますので、そちらをぜひご覧いただきましょう。素敵だなと思ったんですけど、全然違いますね。あのやっぱりびっくりしたのは、そのキャラクターの髪の動き方がすごくこだわったところ、はい、違かったので、それもすごいびっくりしましたね。あとダンジョンのなんかあのなんかコンクリートの艶感みたいな石畳ますね、石畳の形とかもすごいすごいです。ありがとうございます。はい、だからもうキャラクターがね、ああやってはっきりすることで魂がより入っていくというか、そうですね、キャラクターとしてやっぱり思い出が出てくるっていうのも見ていただくと分かるかなと、はい、よりこう世界観がギュッと、ね、そうそうそう、締まった感じしますね。はい、ありがとうございます。素敵です。はい、まあ、このようにキャラモデルの刷新や背景のディティール強化、そしてカメラによる演出、音楽の刷新など、登場、あ、それから、登場キャラクターに声を当てたいというふうに、まあ、思うようになったんですね。ここいろいろやっていく中でクオリティここ上げよう、ここ上げようってどんどん選んでやっていってるんですけども、声が足りないと、はい、っていうのがありまして、そこでちょっとその主人公ボイス誰にしようかねっていう、まあ、ちょっと悩んでいる時期がありまして、そのタイミングで、伊藤さんに誰かいい人いませんかねっていう、まあ相談をしたんですよ。はい、そうですね。で、相談をさせていただいた結果、まあ、なんと本日お隣にいる竹達さんにそのメルンちゃんを演じていただけるということに、はいはい、なったんです。はい、初めてその竹達さんがメルンちゃんあの演じるっていうふうに聞いたときに、伊藤さんちょっと何言ってるか分かんないちょっと何言ってるか分かんない意味が分かんないって言ってますよ ね、 そうなんですね。よく聞くお名前の竹達彩奈さんですっていう話になって ねえっていう話に、ありがとうございます。すごい、もう本当にもう大変光栄な気持ちでいっぱいなんです。こちらこそです。いやすごいです。もう本当にでもそれってすごいですよね。多分その伊藤さんと別の作品でそのご一緒したことがあって、うんうん、ちゃっかりねあの一緒にこう台湾とかもご一緒した感じまではあるんですよ。ありましたありました。はい、なのであの多分そういうご縁がなかったら多分今回の作品としてのそのご縁はなかったと思うんですよね。なので本当にご縁って大事だなって。そうですね、本当にそういうところがつながってって作品が出来上がってるなっていう感覚があります。いや嬉しいです。はい、私もこういうあのメルヘンな世界観すごい好きなので、はい、お話しいただけてすごく嬉しかったです。竹達さんの収録はもうすでに終えておりまして、ゲームへの実装もまあ、今絶賛進めているんですけれども、はい、本日は、まだどこにも出していない竹達さんの声を実装した状態の動画も用意いたしましたので、こちらどうぞご覧ください。確かこれを入れてこんな感じだったかな。これはフライトオニオンだ。どうする？素材が手に入ったね。タール、なんだろう、今強制的に言わされたような気がしたよ。
はい、ということで竹里さんにも実は初めて、はい、ゲームに乗ったところを見ていただいたんですよね。初めて見させていただきましたが、はい、こんな感じに。そう、はい、こんな感じです。楽しそう。ありがとうございます。嬉しい、見えて。嬉しいです。メルンちゃん、なんか自分で演じててなんですけど、可愛いです。可愛い、可愛いです。いやー、でもなんか私初めてその収録の時に、結構もっと今その聞いていただいたのよりも結構幼く作ってきたんですけど、はいはい、そうでしたね。でもメルンちゃんはそんななんか幼くないんでみたいな。ちょっと年齢上になったんですね。はい、その場で。そう、もっと年齢上でって、はい、おっしゃって、でもなんか頭のいい感じもちょっと分かる感じでっておっしゃってたんですけど、あ、その通りだなって。そうね、はい、この世界観っていうのはね、石黒さんも、まあ、調整大変だったとは思いますけど。第1部は幼い感じで全然いいんですけども、うん、その第2部第3部って話が進んでいくと、はい、どんどん大人の細かい世界に巻き込まれていって話がややこしくなってくるんですよ。そうですね。そうするとやっぱ子供っぽいだけだと対応しきれないかなと、はい、確かに確かに受け止めきれなくなっちゃいますもんね。なのでちょっとその精神的な大人な部分っていうのをちょっとこうプラスさせていただいたりだったりとか、さっきその見ていただいた動画にもちょっとそのシリアスなね、はい、お母さんどうしたのっていうシーンとかもありますからね、はい、お母さんどうしたのかぜひ、ね、ゲームプレイして確認していただけたら嬉しいなと思いますね。はい、はい、さてここからは、未公開情報のコーナーとなります。まずは発売日です。任天堂スイッチ、プレイステーション4にて全世界、2021年1月28日発売を決定いたしました。イエイ、決まった。来年だ、はい、来年です、はい、対応言語は日本語、繁体字、簡体字、ハングル、英語に対応です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はいはい、でも出ていきます。はい、でも来年すぐですもんね、うん、1月28日、うん、いやもう今だって10月になりますから、確かに11、12、1、3ヶ月ですね、はいはいはい、皆さん楽しみにしていてください。そして情報その2、先日パッケージ版販売を発表させていただいたのですが、それだけでは飽き足らず、なんとですね、超豪華限定版の発売も決定いたしました。イエイ。おー、はい、その内容はこちらになります。なんと限定版には、造形王こと山口範之さんによる超ハイクオリティフィギュアが同梱されます。はい、本日はまあご本人が来ていただいているのでちょっとお話しいただきましょう。こんにちは、バンダイナムコグループの株式会社アートプレスト内にある造形室ゼロスタジオの山口範之です。まあ、今回のやつ、竹田さんの前に、はい、今ちょうどなんですけど、はい、すごいですね。はいはいはい、本当にもう現物、はい、現物が今ここにあるんですけど、はいはい、めちゃめちゃ可愛いです。そしてすごく繊細、なんかもう触ってはいけないのではないかと思うくらい触るの慎重になっちゃいそうですね。そうなんです。でもちょっとだけ触らせていただきます。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。いや、すごいんですよね。なんかね、個人的にすごくなんかキュンってしたのが足先、足先、いやこんな、なんていうんですか、本当に細かいんですね、この靴のシワとかこの先端とか、なんていうかこの、はい、このね、上げてる左足のね、ブーツのかかとあたりのシワとかめちゃめちゃ細かいんですよ。そうなんです。これすごい難しいと思うんですよね、再現するの。ね、難しいですよね、ゲームとかその平面のやつを立体にするときって、はい、まあ、そうやって今みたいに目の前でこうやって見れちゃうじゃないですか、はい、でも画面で動画とかさ、あれとはまたちょっと違くて。そうですよね。だからこの立体にするときに多少の説得力というか、はい、まあ、こうやって靴がどうこうって、うん、まあ、ゲーム画面では見ないようなことになっちゃうんで、はい、まあ、ゲーム画面の中からどこをどういうふうに入れていくかを、それこそ品野さんと相談しながら、うん、ここまでやっていいのっていいんだっつってやるんだってなるほど、それも相談しながら、そう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 、2人で作られていったんですね。そうなんです。いやすごいな、これでも実際やっぱり皆さんにこう手に取って楽しんでいただけたら嬉しいなって思いますね。普段はやっぱワンピースとか、うん、ああいう男キャラ、ヒーローものみたいな、はい、バキバキの筋肉のばっかり作ってて、筋肉すごいですもん ね、 そうですね、皆さんね。今回その白野さんにお話もらった時に、はい、美少女、まあ女の子キャラだし、
ちょっとどうかなと思ってたんですけど、はい、まあ、美少女キャラというよりかはちょっとかっこいいも入れた感じだっていう話だったんで、うんうん、だったらちょっとまあやってみようかなっていう、ちょっと挑戦する部分もあったんですけど、でそれでやらせてもらったかなっていうのと、あとはまあやっぱそのこの企画の進み方というか、その、はい、みんなで作っていこうみたいなのがすごい面白かったんでやったかなっていう。で今回のそのフィギュアに関しても、はい、あの僕一人で作ってるわけじゃないし、うん、そのまあ、ちょっと外注さんに手伝ってもらったりとか、はい、うちのスタジオのスタッフみんなでこう作っていった感じもあるんで、うん、まあ、その参加の仕方はね面白かったです。ありがとうございます。もうフィギュアにまでご縁がつながっちゃったんですね。そうですね、なんかその細い運をなんとか手繰り寄せて手繰り寄せて今いるなと思います。本当に感謝してます。メルホレを応援してくれている皆さんにも喜んでいただける、そんな、すごい豪華な限定版になったと思っています。まだあります。情報その3、竹田さんに、なんと、はい、なんとですね、はいはい、オープニングテーマを歌唱いただきました。はい、はい、はい、いただきました。そうなんです、収録はすでに済んでいるので、はい、早速オープニング映像をまとめてありますので、そちらをご覧ください。メルンちゃん、かっこ CV 竹達さんによる楽曲初公開です。メルヘンフォーレストオープニングテーマ、この目どき、どうぞご覧ください。淡雪溶けて新たな物語を運ぶ夢ちゃって、いやもう改めて聞いてもすごい難しくて、この曲が、うんうん、でもキー もすごい高かったですし、あとコーラスがとにかく多くて、うん、多分4ラインくらいありましたよ ね同時にありました。4つの竹田さんのお声が重なってる部分とかあります、はい、すごい難しくて、なんかうーわーララーララーみたいな、急になんかハモのライン入ってきて、コーラスとハモが一緒になってるんで、それを4人分取らなきゃいけなかったのがすごくやっぱり難しかったですね。お手数をかけました。断られるかなって思いながら提出したんですけど、まあ当日までお断りもなく行っちゃったんでいいのかなって。いや本当にもうね、いや頑張んなきゃっていう気持ちでやったんですけど、ありがたいです。でも私も結構キャラクターソングだったりとか、まあ、自分でも歌わせていただいたりしているので、結構なこうレコーディングはやらせていただいていると思っていたんですけど、でもあの自分 その声優人生で多分一番難しかったんじゃないかなっていうくらい一番難しくなりました。はい、いただきました。はい、いやもう多分もうこれ以上難しい曲は多分もう歌わないんじゃないかなっていうくらい頑張っていただきました。はい、貴重な作品になりましたよ。そうですね、はい、
その CV をご担当いただいただけでも本当にありがたかったのに、まさかまさかこんなに素晴らしい歌唱までいただけるなんて本当に感謝です。もう収録では本当にお疲れ様でした。どうもありがとうございます。ございました。はい、素晴らしいお声をご提供いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。いや本当にオープニングテーマってやっぱその作品の顔になると思うんですよね。やっぱその曲聴いてあって多分こうお店とかで流れた時に立ち止まる方とかもいらっしゃると思うので、やっぱすごく大事に歌わなきゃと思ってレコーディングさせていただいたんですけど、なのでこうぜひね、あのこの曲が作品も含めですけれども、あの皆さんに愛していただける、曲になったらいいなと思いながら歌わせていただいたので、ぜひたくさん聴いてね、はい、いただきたいなと思います。いすね、はい、はいはい、頑張って世の中にお届けしたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして、まあ、改めまして、一人でひっそり始めたゲームだったんですが、今日まで、開発を続けてこられたのはこれまで、応援ご協力をくださった皆様のおかげです。はい、この場を借りまして、皆様には改めまして、御礼申し上げます。ありがとうございました。はい、ということで、まあ、今日発表の情報もいろいろ満載でいただけました。メルヘンフォーレスト、メルンちゃんと森の贈り物、1月28日世界同時発売と、ご予約とお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では次のタイトルはこちら。はい、次は有力のフロイラインウィングオブダークネスです。さて、早速こちらも作者自らタイトルを紹介していくという形でいきましょうか。はい、奈良和文さんです、どうぞ。はい、有力のフロイラインウィングオブダークネスプロデューサー務めておりますプロダクションエグザビリティズの奈良和です、よろしくお願いします。はい、そして、クララ・エルスト役を演じました安野清乃です。有力のフロイラインいっぱい喋っていきましょう、よろしくお願いします。お願いします。はい、2人でお話ししていていただきます、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。では早速なんですけども、うん、この作品について私からちょっと最新情報などなどいろいろとお届けできればなと思っております。最新情報よろしくお願いします。じゃあゲームの概要について軽くご紹介させていただければなと思います。はい、はい、でこのゲームなんですけども大きく分けて2つのパートに分かれています。はい、でこれがシューティングパートとカットシーンパート、ちょっと先ほど安野さんにもプレイいただきましたが、はい、裏側でねチラッとチラッと、はい、そこやったんですはい、やっていただきました。でもやったというかもう早々にあ全然分かりませんやってくださいって見てたりとかプレイしてもらって見てました。はい、はい、で、まあ、求めそのシューティングとカットシーンって2つのもので、まあ、1つのゲームが構成されていると。はい、はい、でまず最初では次にあのシューティングの部分の、まあ、ではどういうところかっていうのを我々が目指したところなんですけども、はい、うん、まあ、我々がまず目指したところは元々私あの飛行機とか、はい、あの戦闘機とかあとアニメもすごい好きなんですけど、うん、そういう戦闘もののアニメですね、うん、空戦とかの、うん、そういうのの爽快感をゲームに入れたいなってすごい思ってて、じゃああと好きなものを好きなだけ混ぜ合わせてプロとして作ったらどうなるかと思ったら、うん、これができました。好きなものを混ぜ合わせて作ったらこんなになんかダークな世界観のシューティングゲームができたよっていう。そうですね、だからその、まあ、機械のかっこよさ、まあ、女の子かわいくて、うん、あと軍服着た女の子ってすげえかわいいな、軍服萌えなんですね。あ、ですね、はい、だったので、ね、その部分をまあ求めて、まあ、ただシューティングに関しては本当に爽快感全振り、うん、あの本当ストレスがないような、はい、誰でもプレイできるストレスのないところを目指しました。うん、そうですね、そういうところで、まあまあ、爽快感のあるじゃシューティングってどんなものかというところで実際にも皆さんにも見ていただければなと思います。はい、じゃあこちらの動画をどうぞ。敵の無効化を確認。やった、落ちた。まだ一機だけよ、油断しないで。気を抜いたら死ぬだけよ。来た、数が多いわ、気をつけて。敵の無効化を確認。写真で見るのとは訳が違う。落とせるの？前にも大きめの敵を落としたじゃない。図体が大きくなってもやることは同じよ。機体外の兵装を片っ端から破壊して、それでダメなら別の手を考えましょう。そうだね。始めよう。
い作り込まれてますね。ありがとうございます。いやもう足掛け何年くらい言うてね、インディーズゲームと言っても制作にかかったのか不思議です。もともとは5年ぐらい前に話をしたんですよ、一つ。ただ実質やっぱ作り始めたのは確か4年ぐらい前からだったかなって、まあいろいろあったんですけど、その間にも、まあ4年ぐらい前にからつかなっていう。ゼロから組み上げて4年でここまで、はい、どうにかこうにか。すごいですね、本当にグラフィックが綺麗ですし。はい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 、そうです。グラフィックは結構その、ね、我々としても推しと部分かなと思ってまして、まあ、グラフィックとキャラクターの声あ、はい、ありがとうございます、はい、声ボイスとかそういうところの、そう全体的な部分での推しっていうのはやっぱりキャラ、ビジュアルとボイスとか音楽っていうところかなっていうふうに思ってずっとやらせていただいてますね、はい。じゃあちょっと次はですね、もう一つのメインのところであるカットシーンパートについてご確認いただけ、見ていただければなと思います。はい、でこちらなんですけども、カットシーン、ここではストーリーが語られていくんですね、まあはい、クラーラとエリカが出会ったところからのお話ですね、うん、でどういうふうになっていくのか、うん、まあ、戦争っていう結構重たいところではあるとは思うんですけども、その中でその女の子たち2人が出会って、うん、まあ、人間模様を描いていく、でも戦争っていう時代の流れもあってっていうようなお話、まあ、よもちろん一応ね、一人演じましたのでね、はいはい、私はどんな展開でどんな物語なのかっていうのは知ってるんですけれども、うんうん、だいぶ重いですよね、このストーリーパートに関してはシューティングではすごい爽快感をこう求めてね、はい、プレイヤーとしての楽しさをその突き詰めたっておっしゃってるんですけど、シナリオの方はもうなんか、うん、胸が苦しくなるかなみたいな。なるほど。ここなんですよね、実はちょっと今までの情報の中ではシューティングの部分しか映像であんまり出てなくて、 あんまり物語が語られてないんですよ。まだあまり明かされてない。そうそう、秘密にしてた。秘密にしてた、そうだったんですね。まあそうです、秘密にしてたということにしておいてください。はい、なんでそうです、じゃあもうぜひ、ね、皆さんにも見ていただきたいので、はい、はい、カットシーンパートも VTR をお願いします。もう私がこの列車に乗って何時間が経つのだろう。浅い眠りについては目を覚ますのを繰り返していたら、正確な時間がわからなくなってしまった。正直に言って私は主にお尻の痛みでこの仕事を引き受けたことを後悔していた。ここで私は彼女エーリカ・レールツァーと出会ったのだ。そんなある日、私はエーリカと一緒にルドルフさんの執務室に呼び出された。そこで私は初めての任務を伝えられた。絶対に生きて帰ってこいという言葉とともに。はい、こんな感じでね、カットシーンのストーリーが進んでいくんですけども、はい、はい、でですね、ちょっとカットシーンと、まあ、シューティング、まあ、映像でも見ていただいたんですけど、うん、ちょっと安野さんに私から質問させていただければなと思います。はい、はい、そんな制作者さんに質問されるだなんて、まあね、皆さんに伝わりやすいようにじゃあ、はい、話しましょう、はい、でちょっと1個目なんですけども、ちょっとさっきもお話しいただいたんですけども、はい、うん、クラーラを演じていただいたじゃないですか、クラーラ・ルーストの役。はい、クラーラ演じました。はい、その際になんかどういうように、そのクラーラってなんかどういうふうに感じました、クラーラってキャラクターに対して。あ、クラーラに関してはもちろんね、設定資料とかも読み込ませていただいて、まあ、家族構成であるとか、田舎でのびのび育ってきた女の子であるとか、だけれども、まあ、すごくめちゃめちゃ若いわけではなくて、そのもう一人出てくるヒロイン、まあ、主人公、ダブル主人公のね、エーリカよりも年上。そうですね、1歳年上、1歳年上の女の子なんですけれども、はい、なんだろう、兄弟が多いっていうところで、面倒見がいいところと、あとはやっぱり伸び伸び育ってきた天真爛漫さ、うんうんうん、あと演じてて感じたのは、あ、この子なんだかんだすごく勘がいい子だなというか、土壇場での勝負強さがあるんだなっていうのを感じましたね、うん、それはなんかシューティングパートで出てくるエリカとの掛け合いの感じであるとか、うんうん、まだね、エリカに比べたら全然新人ではあるにもかかわらず、うん、変に度胸が座っているところであったりとか、まあ、ネタバレしすぎるのもあれなのでしっかり皆さんにプレイしてほしいところであるんですけど、そのエリカとの性格の対比がすごいですよね。もう真逆ですよね、真逆ですよね、はい、その2人のだから掛け合いを
演じるのも楽しかったですし、うんうん、あとその今見ていただいたシーンで特徴的だと思われたと思うんですけど、結構そのとがきであったりとか言葉で小説的に説明している文字がずらずらって出てくるタイプではなくて、もう全編喋ってるんですよね。そうですね、特にカットシーンのところは全編お話を、はい、クララとかエイリカが語ってるっていうような体で作ってるので、うん、はい、私とね、あのクララとエイリカのもう一人称が交互にこう、うん、ストーリーテラーのように語り部として語られていくっていうのが出てくるのと、シューティングパートで掛け合いになるっていう、そうですね、はい、ダブルで美味しい、はい、作りとなっております。はい、はい、で実はですね、はい、私そのシナリオを書いてた時に、はい、結構ずっと書いてて、うん、クララどんな子なのかなって思った時に、はい、どういう声なのかなって思った時に、ふとあれ安藤さんの声のイメージなんか近いなっていう風にちょっと思ったことがあって。本当ですか？本当ですよ。わー、なんかキャラクターっぽくない安野さんの声のイメージとか、なんかラジオとかでおしゃべりされてる時とかの声とかのイメージがなんかすごくクララのイメージがあって、あ、これは安野さんにお願いしようって思ったっていうような。嬉しい、はい、なんかそれぞれね、お互い近しい業界で働いているわけじゃないですか、はい、ゲームを作られる、はいはい、それになんか声を吹き込むことも多い声優として、うん、でなんかね、そのお仕事で関わるの今回が初めてだったけど、はい、実は旧知の中ではあって、うん、そうです、はい、そうなんですね、以前からちょっとご縁がありまして、はい、やっとだから一緒にお仕事をできる機会になった、身が結んだ作品としてもなんか私的には嬉しかったりします。で、ですね、もう一個ちょっと私たちのちょっとこだわりポイント、まあ、さっきいろいろね、ボイスとかビジュアルっていうところもお話しさせていただいたんですが、うんうん、まあ、その上でさらに私の中で結構こだわらせてもらえたポイントっていうのがあって、サウンド、それが結構サウンドなんですよね、はい、でゲームのサウンドってすごく私大事かなと思っていて、特に今 BGM もそうですし、ボーカル曲とか、うん、ゲームを全体にこう命を与える音楽っていうのは、キャラクターとかゲームに命を吹き込む部分かなというふうに思うんですよね、はい、まあ、なんで特に今回はちょっとコンポーザーに潤太くんという、まあ、これ彼もまあ旧知の中ではあるんですけども、はい、彼に、はい、お願いしまして、うんうん、まあ、なかなかエキセントリックかつ素晴らしい音楽を作ってくれる人ですけども、すいません、ちょっと一個聞いてもいいですか、はい、コンポーザーって何ですか。あ、コンポーザーっていうのは作曲家。あ、作曲家、はい、なるほど。そうですね、ゲームの世界だと結構コンポーザーっていうことが多くて、はい、ですね、なるほどです。でそんなコンポーザーの潤太くんなんですけども、はい、まあ、彼はすごくそのサウンドコンポーザーとして能力が高くて、うん、なんか私がちょっとこんな感じなんだよねってイメージを言うとすごい糸を組み上げてくれて、うん、ですごいそのアジャストしてそういうのをパッと作ってくれて、さらに提案もしてくれるんですよ、こういう音の方がいいと思うよ、はいはい、で SE とかももう本当にこういう距離減衰とかこういう方がかっこいいよみたいな感じで提案してくれて、すごいいい人なんですよね、うん、でサウンドレベル高いので、うん、ぜひ皆さんにも今聞いてもらいたいなと思いまして、ぜひ、で今回は、安野さんに歌っていただいたオープニング楽曲、まあ、潤太くんが作曲で私が、作詞させていただきましたアイゼンフリューゲルというオープニング曲をぜひお願い、聞いてください。どうぞ。一人見つめている私は今ここにいる、翼広げ舞うために、戦士は扉開くためクラフトケビンで鋼の翼にこの身を預けて、総力の手綱に鼓動を上げ今羽ばたけ、漆黒の空へ闇が暗うゴムを越えて、機械の翼は今日は勝つ希望の剣、決して揺るがぬこの覚悟握りしめて、たとえ絶望がこの空を包むってもフロイダーキングレクタフォン、はい、
まあ、こういった楽曲で、まあ、結構私とか潤太くんの好きなジャンルの音楽をいろいろ寄せ集め、まあ、集めてちょっと我々の解釈をさせていただいた作品ということで、まあ、メタル、私もメタルとかも好きなんですけど、まあ、アニソンっぽさとかメタルっぽさとか、メタル、なんならちょっと軍歌っぽさも入れてみたりとか、っていう感じでちょっとうまいこと消化してもらって出来上がった曲っていう形ですね、はい。で、まあ、安野さんに歌っていただいたじゃないですか。歌いました。でちょっとずっと聞きたかったんですけども、最初に曲を聴いて詩を読んでいただいたときにどういう感じ、どういうことを思いました、このさっき聞いた曲に関してちょっとずっと気になってたんですよね、はい。うん、いや、言葉のチョイスが鋭いなと思いましたね。まずは詩の方に関心がいったかもです。なんかこれどういう意味の日本語なんだろうって思ったりもして、辞書で意味調べたり、とりあえず言葉が一個一個なんか意味がすごく大きくて重いなって思いましたし、だから音楽もかっこいいから歌う時にはその単語であったり言葉の重さを引き立たせられるように、ちょっと軽やかに歌える歌じゃないなというふうには思いましたね。うん、なんかこういうさっき軍歌っぽさもあるみたいな、うん、己を鼓舞したり戦いに立ち向かう歌っていうニュアンスが強いじゃないですか。はいはいはい、そういった歌をなんかソロまあキャラクターソングではあるんですけど、はい、歌わせていただく機会がなかなかないので、本当にさっきメタルっておっしゃいましたけど、なんかこういうジャンルは初めてで、すごく難しかったですね。あ、なるほど、はい。確かにそうですね、安野さん声優さんとしていろんな、まあ、キャラクターソングとか、はい、もちろん歌手としても歌われてるじゃないですか。はい、そうです。まあ、そういう中でもやっぱりちょっと異質というか初めてのタイプの曲だったっ。そうですね、異質でしたね。うん、いや、これから先もこんなにぶっ飛んだ曲はなかなか来ないかなって思いますね。だし歌ってっていうのが私だけじゃないじゃないですか。あ、はい、バックコーラスが、はい、バックコーラスの、 あの男性合唱団の皆さん、ちょっと厚みがある、はい、もう圧がすごいですよね。あ、厚みも圧も、あとすごいかっこいいバイオリン。あ、バイオリン、そうですね、はい、なんか上げたらキリがないぐらいかっこいい要素がギュギュギュッと盛りだくさんに詰まってますよね。はい、ちょっと男の子好きそうな要素集めてみようと。ああ、んな感じになって。男子は好きなんですね、こういう感じが。そうですね、少なくとも私は好きですね、はい、僕は好きです。はい、なので、まあ、本当にそれに安野さんの本当華やかな歌声と、うん、その、まあ、クラーラっていうキャラクターの部分で歌っていただいた部分があって、はい、そのキャラクター の、 その持っているストーリーとか、そのバックボーンってところも含めて歌っていただいて、本当に素晴らしいものになったかなと思っておりますので。はい、ということで実はね、今日新しい情報も、うん、そうなんですよ、いろいろ揃えてきてくれたっていう話ですけど、はい、行きましょうか。いいですか、はい、じゃあ新情報をちょっと一つ行かせていただきます。はい、お願いします。はい、じゃあドン、新情報1、発売日が決定いたしました。はい、発売します。はい、2021年2月25日木曜日、全世界同日発売、大変お待たせいたしました。すごいですね、全世界同日発売、はい、日本だけじゃないってことですよね。はい、もうもちろん日本だけではなくて、世界中どこでも、はい、ダウンロードでは購入いただける。ダウンロードにて、はい、発売させていただきます。はい、はい、じゃあ次、新情報、じゃあ続いて2番、なんと日本とアジアではパッケージも販売いたします。うん、はい、つまりゲームソフトがゲーム屋さんに並びます。並びます。はい、並びます。さらに、プラットフォーム、つまりゲーム機なんですけども、はい、プレイステーション4、スチーム、ここまでお話しさせていただいてたんですけど、はい、なんと、任天堂スイッチ持ってる、持ってらっしゃる。よかった、私が持ってる媒体でも発売を決定してくれてありがとうございます。頑張ります、まあ、はい、ちょっとスイッチもね、頑張って今開発をしておりますので、はい、はい、ぜひ皆様2月25日までお待ちいただければと思うんですが、うん、すいません、1個私お伝えし忘れてました。はい、ですね、全世界同日発売と言ったじゃないですか、うんうん、そこでですね、そう、言語です、言語、はい、日本語はもちろん、まあ、日本のゲームなんでね、はい、日本語はもちろん、はい、安野さんのお声とかももちろんしっかり入ってる日本語のバージョンと、はい、これからちょっと字幕になっちゃうんですけども、うん、英語と、はい、反対中国語、簡体中国語、ハングルでやらせていただこうと思っていたんですが、はい、さらに
フランス語、フランス語、ドイツ語、ドイツ語、イタリア語、イタリア語、スペイン語、ワールドワイドですね。これで多分人口の 70% ぐらいカバーできたかな。すごいすごいすごい。そういうカウントなんですか。世界中の方に。そうですね、世界中の方にぜひ楽しんでいただければなと、自分の母語とする言葉で楽しんでいただければよりゲームを楽しめるかなと思いますので、はい、ぜひ楽しんでいただければなと思っております。お願いします、はい、で最後にもう一個、もう一個告知ございます。はい、じゃあお願いします。特別限定版作成させていただきます。おはーい、特別限定版です。はい、こちらは、こちらはですね、まあ、ゲームソフトはじめ、はい、まあ、外側 の黒いやつのボックスなんですけども、はい、他にもワッペンであったりとかピンバッジでちょっと軍隊っぽい、はいはい、ミリタリーっぽいアイテムと、はい、あとステッカーシート、ステッカーシールであったりとか、うんうん、あとはファンブックですね、ビジュアルファンブック、特にすごいです、ね、モデルとかが見れちゃうようなファンブックが作れればなと思ってます。あとアクリルの、大きめのアクリルのフィギュアですね。あ、フィギュアがつくんですか。はい、アクリルフィギュア、まあ、フィギュアというか、まあ、アクリルの、まあ、スタンドみたいな、はい、ビジュアルのものですね。でさらにさらに、はい、さらにさらに、はい、オリジナルサウンドトラックを作成させていただくんですが、うん、こちらには、はい、オープニングエンディングのフルコーラスは、あ、すごい、入れさせていただきます。はい、でさらに、さらに取り下ろし、書き下ろしボイスドラマを、はい、作らせていただくことになりました。ありがとうございます。ぜひまた安野さんもね、よろしくお願いいたします。はい、もうね、収録は私たちの作業としては一通り終わっちゃってるんですけども、またね、続きの物語なのか間の物語なのかわからないですけども、また演じられる機会をいただけるってことですよね。そうですね、はい、ちょっとまだ内容は、ね、うん、作れてないところではあるんですけども、はい、ぜひなんかこういう物語を見たいとかあったら、公式のツイッターなんかにご連絡いただけると、もしかしたら参考にできるかも。はい、でどうですか、この中身見ていただいて。いや、とっても豪華だなと思います。あのビジュアルブック、はいはい、みたいなものがつくっていうのもすごいですし、あれはなんか本編は全てその見どころポイントとして全部 CG で描かれているじゃないですか、はいはい、キャラクターとかも、はい、そのブックの方ではなんて言うんでしょう、原画というか、そうですね、 2D の部分とかデザインとか、そういった裏側を見られるたりとか、あとは敵のモデルとか、はいはい、ゲーム内だとやっぱスピードがあるんでなかなか見れないところとかあるじゃないですか、うそういうところも入れて、目で見て楽しめるような本を、はい、できればなと。すごい世界観が作り込まれているから、そういったなんか設定資料みたいなところってすごくコアなファンの方ってすごく見たいところだと思うんですよ。はい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 、ね、もうフルフルでこの作品世界を楽しめるフルパッケージ版なのではないでしょうか。でただこちらすみません限定版なんですけども、こちらパッケージと同じで日本とアジアの販売になるので、はい、欲しい方はぜひ日本かもしくはアジア圏でご予約いただけるととっても助かります。はい、日本かアジア圏からご予約をよろしくお願いします。はい、では次のコーナーはこちらです。はい、ここからは、ここがすごいぞメルホレ有欲ということで、まあ、2作品の紹介を、やっていただきましたが、竹達さんと安野さん、お二人からこの作品を聞いていただいて、ここがまあやっぱりすごいな、改めて聞いてすごいなっていうところを、まあ、2つ挙げていただこうかなというふうに思っております。まあ、せっかくなのでメルホレチーム、そして有欲チームみたいな形で、プレゼンし合うみたいな形で、はい、でまずはメルホレチームからいきたいと思います。はい、竹達さんよろしいでしょうか。はい、では発表します。はい、じゃじゃん、作り込まれた世界観です。ありがとうございます。これはどういう、やっぱりその2015年頃からですからね、はい、本当そのお一人でスマホからこう作られていたっていうことで、はいはい、本当にこうなんていうんですかね、こう一からご自身で作りたい世界を作られていたじゃないですか。でそれがこう2015年から今今年2020年ですけど、どん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 こうブラッシュアップしていくというか、はいはいはい、すごくなんだろう、どん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 こう魅力的なものに仕上がっていっているなと思ったので、すごい素敵だなと思って、この作り込まれた世界観というものを挙げさせていただいたんですけど、そのゲームのギャップとかもすごいじゃないですか、うん、最初の
序盤のメルヘンな感じからわーっとした感じからそうお話がこう進むにつれてこうだんだんあれちょっと雲行きがおかしくなってきたぞっていうそのなんかギャップ感もありのなんかそのなんか全て込みでのなんかそのメルヘンフォーレストっていうその世界観っていうのはすごいなって、うん、なんかやっぱそのなんだろうな本当になんかこうずっと長い時間をかけてあの愛を持って作られてきたからこそできることだなと思ったので、うん、この世界観をさせていただきました。ありがとうございます。もう一つありますよね。はい、もう一つこちらです。素敵なご縁と愛。はい、愛いいですね。さっきあの、まあ、作り込まれた世界観と言いましたけどもやっぱ今回そのコンシューマー版を発売するということでやっぱその作り込まれた世界観をやっぱりそのなんだろうなこうみんなでこう作っていく感じっていうんですかね。なので、まあ、今回その、ね、伊藤さんが制作に入ったりだったりとか私も声をやらせていただいたりだったりとかであと今回その限定版でフィギュアがついたりだったりとか本当にどんどん素敵なご縁がこう巡り巡ってこう素敵な大きな作品になっていってるなっていうのをすごく感じたのででもそれってやっぱりあのシナノさんの作品への愛情深さだと思うんですよ。確かにね。やっぱりその、はい、作品が素敵だっていうのももちろんあるんですけどやっぱりそうお人柄だったりとか一緒にやりたいっていう何かがないと多分皆さんこう手を差し伸べるってことはないと思うので、うんうん、なのでやっぱりそのなんか皆さんの愛作品への愛だったりとかっていうのがすごくあるなと思って、うん、あの上げさせていただいたんですけどあのあれなんですよね。実はあのフィギュアを作っ、はいてくださった、はいはい、あの方と、はい、山口さんね、信濃、はい、信濃先生の奥様が同じ大学だったんです、はい、そうなんですよね、うん、で、そこからのご縁であの今回その作っていただけないですかという話が広がったっていうのがあって、うん、やっぱそれも すごいことだなって思うんですよ。そうですね。ね、嫁の功績ですわ、ね、いやいや、まあ、そうなのそれもねなかなか面白い、ね、なんか本当素敵なつながり方があるなと思ってなので本当になんかねやっぱ素敵なご縁に恵まれてらっしゃるんだなというのを感じました。です、はいはい、ありがとうございます。はい、ということでありがとうございますなんかいいですね。愛でこう締めくくる感じがまたちょっと推しが強くて、はい、うん、メルホレいいぞっていう感じが伝わってきます、はい、ではではバッター交代で次ニューヨークのフロイラインの、はい、まあ、ここはすごいぞ、はい、ご紹介いただきましょう、はい、高校です。どうぞ、はい、高校ですよ。高校です、高校ですね、我々ドドンとここがすごいよ有力のフロイライン作ってきてるまずこれがすごい、はい、フリップいいな愛がありますから愛が愛です愛、はい、それではおすすめポイントを2つね挙げさせていただくんですけれども、はい、結構あのもうすでに皆様のもとに もう公開されているパッケージビジュアルとかを見ていただくとすごいあのイラストが綺麗でビジュアルのレベルがすごく高いなって私でも思うんですけどで、ね、本編は結構フル CG で描かれていたりとか、うん、ビジュアル面ですごい努力というかすごい作り込みを感じていたんですがそれに負けないぐらい、はい、楽曲に気合が入りすぎているというのが一押しポイントですかね、うん、私もあの一応ゲームのオープニング主題歌としてあの1曲歌わせていただいたというところで思い入れもあるんですけどもうなんか男性合唱団の方々を引き連れてもう私のメインボーカルに負けないぐらいのすごい分厚い歌声をね曲の中で響かせてくださっていたりあとこだわりの音楽面でもあのシューティングパートであったりとか本当に音楽がかっこよいのでそこもご期待していただきたいなと思うポイントです。はい、はい、そしてじゃあもう一つがじゃじゃん、私が演じさせていただきましたクラーラと
相方、もう一人の主人公のエーリカの2人の女の子の関係性がエモいです。エモい、エモい、エモい、来ました、エモい、エモい。もう本当にその2人の女の子の物語と言って過言でない。そうですね、その2人から描かれた世界の話ですね、はい、2人から見た世界だし、ね、シューティングパートでは想像できないこのね、はい、グッとくるストーリーが入って、そうなんです。語り部としてずっと2人で喋らせていただくっていう作品なんですけど、もう本当掛け合いパートを見るのも楽しいですし、この先どうなっちゃうの、こんな対立している2人がどういうふうに分かり合っていくのかっていう過程と、もう最終的にゴールを迎える2人の地点がですね、プレイしていた先にしか得られない、あーこうなるのねっていう、もう書いた人がここにいるんですけど、もう本当になんかダークだダークだって言ってるんですけど、確かにこれは一つのハッピーエンドと言えるのかもしれない、うん、もう深いです。人間のお話かなと思うんですよね、うん、その機械っぽいお話みたいになってますけど、人間同士のお話 で、ね、ある意味これも愛かなと思うんですよ。愛の物語ですね、うん、メカに乗って空を飛ぶんだけれども地に足ついた人間の物語人間の物語なんですぜひぜひシナリオもね楽しんでいただきたいなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、そしてエモいキーワードはその2つ。そうですね、なんかこの人間の感情面がすごい伝わってくるようなところで、もう深く知っていただいたなっていうか、もうタイトルのことをより深くこう一緒に話せるようになったのがまた嬉しいところでございます。ということでありがとうございました。はい、ここはすごいぞメールフォレ有力コーナー終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あっという間でしたがお時間ということでございまして、最後に皆さんから一言ずつお話しいただこうかなと、ご挨拶いただこうかなと思います。では竹田さんから。はい、皆様最後までご覧いただいてありがとうございました。今回ね、初めてこの作品についてお話しする機会があったんですけど、私も今回初めて知った情報というか、なんか改めてあすごいって思わせていただいたことがすごい多かったので、もう私も今から発売がすごく楽しみです。でこの番組を見てぜひ皆さんにですね興味を持っていただけてたら嬉しいなと思います。本当にみんなでね心込めて作らせていただいているゲームなので、ぜひぜひ皆さんに愛していただけるゲームになればいいなと思っております。どうぞどうぞ発売まで楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ安野さんお願いいたします。はい、改めまして有力のフローイライン、ウィングオブダークネスで、クララを演じました安野清乃です。私もインディーズゲームとしてね、もともと知人であった奈良さんからお話をいただいて企画書を読ませていただいたときに、インディーズゲームでこのクオリティを目指しているのか、これが完成したらとんでもないことになるぞとも数年前から感じておりまして、もう来年の2021年2月25日に無事に発売が決まったということで、もう完成をねもう見られることがすごく楽しみで仕方ないですし、声を入れさせていただいたのが去年の確か夏ぐらいだったんですけれども、こうして制作を進めていただいて少数精鋭ながらもこうしてねもうすぐ完成ということで、とてもとても楽しみにしています。一日も早く皆様のたくさんの皆様のお手元に届くのを楽しみにしていますし、本当に多くの方にゲームしていただいて、有力のフロイラインの世界観を、楽しんでいただけたらなと思います。いっぱいプレイしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、作者お二人からもいただきましょうかね。はい、そうですね、メルヘンフォーレストまだ開発やってまして、開発は今ちょうど佳境というところなんですけども、これまで関わってくださった、皆様への、恩返しと思い、最後の修羅場を乗り切っていこうと思っております。頑張ります。メルヘンフォーレストどうぞよろしくお願いいたします。本日はこういうふうに紹介できて本当に嬉しいことだったと思います。で特に有力のフロイラインウィングオブダークネスも、先ほどメルヘンフォーレストのお話でもありましたが、こちらもまだ開発中のタイトルではありますが、できる限り皆さんのところにしっかりとお届けできるように、2月25日に発売できるように命を削って頑張ってまいりますのでぜひ
あの発売された暁には、いや予約が始まった暁にはぜひよろしくお願いいたします。ぜひ楽しんでください。お願いいたします。はい、ありがとうございます。ということでさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。